紹介どうもありがとうございます。高橋です。で、私の今日の話ですけれども、大きくこの3つの話題に関してお話したいと考えています。1つ目、長期・全球規模の気候リスク管理がなぜ必要なのか、研究の背景の部分です。で、2つ目、IPCC という国際的な組織があるんですけれども、そこではこの気候リスクに関してどのように評価しているかということ、これ2つ目です。で、3つ目ですけれども、私たちが最近に行った研究課題、地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究というのがあるんですけれども、そこで何が分かったかということについてお話ししたいと思います。で、早速ですけれども、私のこの講演、どんなことを理解して帰っていただきたいかという主要なメッセージに関してまとめておきました。1つ目ですが、気温上昇を2度以下に抑制できても回避できない気候変動リスクが残るということ。で、2つ目、一方で、じゃあもっと厳しい気候目標を追求したらいいんじゃないかというふうな議論出るかと思いますけれども、そうしてしまうと今度逆に対策費用の方が大きくなるということ。で、3つ目ですけれども、どのような危険や不便さを受け入れていくか、これは継続的に検討を繰り返していかないといけないということ。以上3つに関して、最後、まとめとしてお伝えしたいと考えています。早速話題の方入ります。1つ目ですね、この全球規模の気候リスク管理がなぜ必要か。まず私タイトルの中にも最初の説明の中でもこのリスクって言葉何回か使いました。で、ただその具体的な説明定義とかは説明してなかったと思います。最初少し時間割いて説明したいと思います。リスクの定義は実はいろいろ説があって、いろんな難しいことあるんですけども、ごくごく簡単にここではですね、こんなこと起きてほしくないな、起きると嫌だなと思うようなことが起きうることというふうに定義したいと思います。で、このリスクですけども、その大小に関わる因子3つ考えなければいけません。このスライドに書いているように危害、暴露、脆弱性、この3つが大事な3要素となります。例えば気候変動のリスクでいうと、左側の危害、ハザードとも言うんですけども、これは例えば気候が変化することであったりとか、非常に暑い日の数が増えたり、強い雨の日が増えたり、台風がやってくる、そういったことが危害にあたります。もちろんそれが大きくなればリスクが大きくなるわけです。で、一方でその危害だけを把握してもリスクの大小を把握できない、管理できない、ということが分かっています。右側にある2つの要素、暴露、脆弱性も重要です。ここで暴露と呼んでいるものは、その危害が生じうるところにですね、人とか物とか資産、そういったものが、存在していることを暴露が大きい、暴露があると言います。人がいない、例えば海の上に台風がやってきても、基本的には問題ないわけです。暴露も重要で、3つ目の要素ですけれども、脆弱性あります。危害が生じうるところに人とか物とか、あったとしてもですね、そこがうまくその危害が実際の被害につながらないようにですね、管理ができていれば、備えができていれば、それは脆弱性が小さい状態、結果的にリスクは小さいということが言えます。以上の3要素、危害、暴露、脆弱性、それらが絡み合ってリスクの対象が決まるわけです。で、我々としてはこれをうまくコントロールしていかなきゃいけないと。気候変動に話を絞ると、対策は大きくここに挙げた2つに分けて考えることができます。まず、左側の緑で書いてある方、緩和策というのがあります。これは温室効果ガスの排出削減と吸収、それらを通じて危害の部分、ハザードの部分を小さくするもの、軽減するものです。具体的な例としては、省エネとか再生可能エネルギーの利用、これらが例として挙げることができると思います。一方で、右側の方に書いているもの、適応策、こちらは悪影響への備えとなりますけれども、先ほど言った3つの3要素のうちの右側2つ、脆弱性と暴露、これらを小さくすることによって実被害を小さくしましょうというのが適応策になろうかと思います。具体例としては、下水対策、洪水対策、熱中症予防とか、例えば作物生産性が落ちる影響に対する品種を変えるとか、そういったものも適応策になろうかと思います。この緩和策と適応策、両方をうまく組み合わせて打って、我々は気候リスク、気候変動のリスクを管理していかなければいけないわけです。実際に我々の身の回りで取れる対策については、さまざまな報道であるとか、情報伝達進んでですね、理解も進み、実際実践も進みつつあるところです。例えばクールビズ、ワンビズといった言葉は、皆様よく聞いたことがあるかと思います。かなり普及してきています。ただ環境省などでは最近はクールチョイス100とかいう形でですね、頑張りの要請ではなくて、心地よく実施できる魅力的な選択の提案、前向きにこの対策を取っていこうということで、進めていたりします。で、各自で、取れる、適応策、
ですね、あの気候がまあ変化してきているということを実感としてもありまして、科学的にも分かってきています。でその結果、さまざまな地域、分野で影響が実際に生じてきていることも分かっています。その中にあってですね、その影響の被害を小さく抑えるべく適応策も大事だよねということで注目が高まっております。例えばその暑い日が増えていることを踏まえて熱中症予防情報サイトというものができて、そこでその日その日のですね、熱中症のリスクの大きさを天気予報のような形で見ることができたりします。またハザードマップなども各自治体で作られ、その存在もよく知られるようになってきているかと思います。そういった防災気象情報の利活用、これも立派な適応策というふうに言えるかと思います。このようにですね、身の回りレベル、自分たちでできることという意味では緩和策、適応策に対する理解深まりつつありますし、実際にその実践が進んできている状況です。ただ一方でこの微調整のみでは温暖化は止まらないということもよく分かっております。21世紀にわたって大規模な排出削減を行えなかった場合は、次第次第に気候変化が大きくなって、結果的に影響も大きくなっていくことが心配されます。そこで私たちとしては身の回り対策と加えてですね、長期全球規模の気候リスク管理が必要になるわけです。具体的には研究でできることは、気候影響の把握、気温上昇、気候変化の大きさのレベルに合わせて、それぞれどんな影響が生じるかということを予測把握すること。で2つ目としては緩和努力の把握、その気候変化をある水準に抑えるのにどのぐらい緩和努力がいるかということについて調べること。で3つ目ですけれども、その気候影響と緩和努力、それらを比較を踏まえてですね、目標を検討すること、そういったことを行っていく必要があるわけです。で2つ目の話題の方に進みたいと思いますけれども、IPCC という国際的な機関がある、組織があると。でそこでは、気候リスクはどのように評価されているかということです。先ほど申し上げました、その全球規模の長期の気候のリスク管理に関する研究の知見ですね、これらの収集、分析、評価などをこの IPCC といわれる機関がこれまで重点的に行ってきました。それについて紹介差し上げたいと思います。 IPCC というのは日本語で言うと気候変動に関する政府間パネル、英語ではインターガバメンタルパネルオンクライマットチェンジと言われるもので、その設立経緯は世界気象機関および国連環境計画によって1988年に設立された国連の組織です。今2017年ですから、もうだいたい30年ぐらい設立されてから経っているわけです。で役割は、各国政府から推薦された科学者によって気候変動に関する科学的、技術的、社会経済的な知見の評価を行うこと、また政策決定者をはじめとした人々に知見を広く提供することになります。ここに書いているように3つの作業部会、大きく分かれて作業を進めているんですけれども、特に今日お話しする温暖化の影響リスク関連は作業部会に、第2作業部会が主として担当しています。で今 の、 その IPCC という組織ではですね、その長期の気候変動のリスク、長期の目標検討などを考える際に見落とすべきではない主要なリスクとして、このスライドで整理したような8つを項目立て挙げております。上から、高潮の被害、洪水の被害、インフラ等の機能停止、熱波による健康への影響、食料安全保障、農村部の所得の損失や海洋生態系、陸域内水生態系のサービス損失といったものが懸念されています。またですね、この IPCC の中では全球の気候の変化の大きさに応じてどのぐらいリスクが生じるのか、リスクの大きさが大きくなるのかということの評価をいくつかの異なる観点、評価軸で評価しております。これは膨大な研究知見の調査を踏まえて、それらをもとにしてこのリスクレベルのエキスパートジャッジ、専門家評価を行っているわけです。この図の見方ですけれども、右側のところに書かれている数字、これは、大体、19世紀後半から比べたですね、全球平均気温の変化を示しています。1,2,3,4,5 って書かれています。で、左の方はその5つ異なる観点あるわけですけれども、それぞれについて全球の平均気温が上昇した場合にリスクのレベルが左から必見質、中、高い、非常に高いというふうに、気候変化による追加的なリスクのレベルがどう変わるかということを示しています。でこの5つの軸、ちょっとすべて今日説明できないんですけど、例えば左側、脆弱なシステムというのは、例えばこれは生息域が非常に限られているような固有種とか希少種、あるいは、そうですね、標高が非常に低い小さな島、そういったところが脆弱なシステムとして検討されていて、そこからのレベル、そこでの気候変動リスクのレベルを評価しているようになるわけです。で2つ目は極端現象と書いてますけれども、これは例えば非常に暑い日とか強い雨といった極端な気象現象のリスクレベルです。
一番右側に飛んでしまうと、今度こちらは大規模事象って書いてますけども、例えばですね、南極大陸とかグリーンランドの氷床ありますが、それらが長期にわたって溶けてなくなってしまう、崩壊してしまう、そういった地球システムの不可逆的な大規模な変化、それらが生じる温度帯のリスクになります。で、これらが示されているわけですけども、例えばこの4度のところ、これから21世紀にわたって排出削減を努力しないでですね、どんどん続けてしまった、排出削減しないでどんどん温室効果ガスの排出を続けてしまった場合、世界全体の平均気温は、4度かそれよりも上ぐらいまで上がってしまうのではないかということが心配されていますけれども、その水準まで気候変化が進んだ場合どうかということを見てみると、この5つの、観点いずれで見ても高いあるいは非常に高いといったリスクの評価になっています。大規模な種の絶滅とか全球的地域的な食料不安定リスクなどが心配されています。一方で、ここ2度のところにも線引いています。例えばというか2015年の12月ですね、世界の各国は集まって、そのこの温暖化問題に対して世界で協力してどうやって取り組んでいくかということを議論して、パリ協定に合意しました。で、残念ながらここ1ヶ月ぐらいはそのアメリカがそこから脱退したいというふうに言っているということで非常に名前有名になってしまいましたけども、その、パリ協定の中では、将来の長期の気候目標に関して2度、よりも十分低くそれを抑えるということを謳っています。で、その2度の水準にじゃあ気候変化を抑えることができたらどうかというふうに見てみると、確かにさっきの4度に比べればどの、軸で見た場合にもリスクレベルを下げることができます。ただよくよく見てみると、この左の2つのあたり、脆弱なシステムとか極端現象、こういったものについては2度まで、その、気候変化を抑えたとしてもですね、依然として高いレベルのリスクが残ってしまうということが評価結果示されています。そうするとどうなるかというと、いや2度では足りないんではないか、 1.5 度とか1度とかもっと気候変化をちっちゃく抑えなければいけないんじゃないかというふうな意見も出てくるわけです。ところが、これまでずっとこの2度が注目されてきたので、研究の知見は割と2度のあたりについてはたくさんあるんですけれども、 1.5 度、1度といったところの研究知見がまだ足りていない状況が現在まであります。で、最後、本題に入ります。我々の方で行っている地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究プロジェクトがあったんですけれども、そこで何が分かったかについてご紹介差し上げます。このプロジェクトはですね、2012年に始まって、2016年度ですので、この前の3月に、終わっています。5年間のプロジェクトでした。で、国立環境研究所が中心となって、国内の大学とか研究機関、多数参加をいただいて、100名ぐらいの研究者を巻き込んでの研究プロジェクトだったんですけども、目的としては長期目標検討への貢献、全球規模の気候リスク管理戦略の提案、これら2つになります。で、特徴はいくつかあるんですけども、そのうち今日強調したいのはこの一つ目のところですね。1.5 度、2度、2.5 度の長期目標の違いについて、明示的にこう検討したということがあります。そのあたり の研究、現時点で足りてないという部分があるので、日本の研究者コミュニティ集まって、なんとかそれに、一矢を報いる、なんか研究知見を提供することができるんではないかということで集まって研究が行って、実施したわけです。で、この研究プロジェクトの中ではですね、我々戦略と呼んで、その、検討を行いました。で、その戦略を検討するにあたっては、ここに書いた3つのステップを踏んで行ったんですけども、まず1つ目、緩和目標の設定というものを行いました。これは、全球の平均気温を何度以下に抑えるか、それをどの程度確実に抑えるか、その組み合わせをもって、目標、緩和目標と呼びました。また併せてこのステップ1の中では、その目標を達成するのに整合的な21世紀の温室効果ガスの排出経路、排出削減経路についての、簡単なモデルを用いた分析を行いました。で、次にステップ2の方に進むんですけども、ステップ2ではですね、その排出削減経路、排出経路に沿って21世紀に温室効果ガス排出が行われた場合にですね、気候がどのぐらい変化するか、あるいはその結果としてここに書かれたような、分野の、影響がどのように現れるかの予測計算を行いました。一方で、そのような排出削減経路をたどるときに、必要な緩和策はどのようなものか、そのためにかかる費用はどうかということの分析も行いました。で、その比較評価を行うわけですけども、加えてそこで出てきたリスク、影響がまだ依然として残ってしまうというような結果も出ますので、その場合には適応策といわれるものを、適応策を使ってうまくそれをコントロールできるかどうかというふうなことについても追加的に検討を行いました。で、今日の私の話の中では、この3ステップのうちのこの左の2つですね、ステップ1、ステップ2で行った分析結果をベースにご紹介差し上げたいと考えています。
で、この戦略と呼ぶもの、具体的にはこのプロジェクトの中では 1.5 度目標、2度目標、2.5 度目標という名前で3つ戦略を想定しました。で、そのおのおのについてですね、ここに書かれているように19世紀後半、産業革命以降の気温上昇を 66% の程度の確率で 1.5 度、2度、2.5 度に抑える、それらをこの 1.5 度目標、2度目標、2.5 度目標と呼ぶことにしました。で、まずは最初にステップ1でその目標を設定して、それに整合的な排出経路、いつ頃どのぐらいの排出削減が必要なのかということの分析をモデルシミュレーションで行ったわけです。で、この下の図がその結果になるんですけども、何も排出削減の努力をしないといった場合には、21世紀中、ずっと排出量は増えていくというようなことが想定されています。で、その結果として全球の気温上昇は4度、あるいはそれよりも大きいぐらいまで上がってしまうということが懸念されると。一方で、この 1.5 度、2度、2.5 度という目標、これに沿った排出削減を行った場合にどうなるかということを示しますと、排出量については20、どのシナリオ、どの目標であっても21世紀前半に排出の上昇傾向をピークに至らせて減少の傾向にシフトしていくということが必要だということが示されました。またここ大事なんですけども、21世紀の末にはどの目標を取ったとしてもですね、二酸化炭素の排出量をほぼゼロ、あるいはこの 1.5 度目標のケースなどでは、負の値、マイナス、吸収にしなければならないということが示されています。で、このように描いた排出経路の下での、影響と、あるいはその排出経路を達成するのに必要な対策について、それぞれ、ステップ2で分析を行ったわけです。で、ですね、この戦略、別の影響リスク分析の具体的な例として、今世紀末での、ここで書かれている熱関連、超過死亡、あと洪水暴露人口、マラリアリスク人口、これらの変化をこのスライドは示しています。で、このグラフの横軸なんですけども、これは19世紀後半に比べての世界の気温上昇を示していて、縦軸は各リスクの変化率とか変化量を示しています。で、冒頭リスクの3要素に関して説明差し上げましたけども、そのうちの暴露と脆弱性は、将来の社会経済の発展、ですね、その発展経路によって大きく変化するんですけども、この社会経済がどのように発展するかということを正確に予測すること、予想することは困難です。そこでですね、行っていることはここの部分ですけども、将来の人口の増加が小さくて、技術の進歩が早いという楽観的な持続可能社会ケースで、一方でその逆で、人口増加が大きくて技術進歩が遅いという分断化社会ケースで、その間ぐらいの想定の中央社会ケース、この3つのケースを想定してですね、分析を行いました。で、見てもらうと分かるように、この悲観的な分断化社会ケースでは、他のに比べてリスクが高めに推計される傾向にあります。で、この中央のケースの図を使って、見方について少し説明したいと思います。ですね、この点線、書かれて色ついた点線ありますけれども、これが左側から 1.5 度目標、2度目標、2.5 度目標に対応したそれぞれのリスクの大きさ、推計値を示しています。このあたりですね。で、一方でこの赤い線で点線で示されたところ、これが何ら緩和対策を取らなかったケースのリスク値を示しています。で、またはっきりとした色ではなくて、薄い影のような形で、幅がついてますけれども、これは将来の気候予測の不確実性の幅を、示しています。で、これらの図、結果から読み取れることとしては、1つ目、まずどの指標に関しても気温上昇に応じてリスク人口が増加するということが読み取れます。また2つ目ですけれども、この赤いやつ、対策なしと比べて 1.5、2度、2.5 度目標のケースは明確にこの、リスクの推計値に違いが生じています。違いが見られます。一方で、目標間の違いですね、この 1.5、2度、2.5 度って間のこのリスク値の違いに比べると、ここの気候予測の不確実性の幅の部分の方が大きいということも、この図から見て取ることができるかと思います。で、次のスライドですけども、こちらは、各戦略での、排出削減に伴う経済損失を、示して、その分析の結果を示しています。このグラフの横軸は今度は、温度ではなくて年ですね、21世紀の2000年から2100年までの年を示しています。で、縦軸がその対策、排出削減に伴う経済損失の、率です、損失率。
で、このリスク分析と同様に、この、排出の削減の分析に関しても、ですね、社会経済シナリオとしてこの3つ、持続可能社会、中庸、分断化社会を想定しています。で、この評価は4つの異なる、経済、緩和分析モデルを用いて行ったんです。で、その、4つのモデルを使った理由としては、モデルによって定式化とかパラメータとか違うので、そのモデルの違いによる予測の、幅、不確実性幅を抑えるために、分析を、4つのモデルを使って行ったわけです。ただ、今日は説明をしやすくするために、そのうちですね、AIM モデルっていう国立環境研究所で、開発実施したモデルの結果についてだけちょっと太くして、グラフを作ってきました。で、例えばこの中庸ケースで見ていくと、黄色、青、緑、この順に、2.5 度、2度、1.5 度目標に相当するんですけども、損失率が、次第に大きくなるということが分かります。で、また一方でこの経済損失の推定結果は横のこの3つのグラフの比較ですけども、社会経済想定の違いにも強く依存していて、この悲観的な分断化社会シナリオ、こちらでは損失が比較的多めに出ます。で、この分断化社会の方では 1.5 度に相当する緑色の線がないです。で、これは 1.5 度は費用ゼロなの、経済損失ゼロなのというふうに読んでしまいそうですけども、実はそうではなくて、1.5 度目標難しいわけですが、あまりに難しすぎて、答えが出ないシミュレーションで解を示すことができなかったということで、黄色と青だけ、示された形になっています。で、このスライドもですね、排出削減に関する分析の結果にあたります。で、今度はその目標別ではなくて、すべてこの2度目標のケースでの、3つの異なるその緩和モデルでの分析の結果を示しています。上からマリアモデル、エイムモデル、グレープモデルです。で、その、結果、分析の内容としては、そのそれぞれの戦略での一次エネルギー供給の内訳を示しています。で、どのモデルでも同じ、2度目標を目指す想定で実験を行ったわけですけれども、そのためのその実現のための主たる手段が、違っています。違うエネルギー源が選ばれている。これは各モデルでの、構造とか式形とか想定とかそういったものの違いによるものです。例えば一番上のマリアモデル、これでは紫色原子力ですね。が、多用して目標達成を目指すというふうな推計結果になっていますけれども、一方で2つ目のAIMモデルだと肌色、他再生可能エネルギーということで太陽光発電とか風力とかそういったものに大きく依存した形でこの2度目標を目指すというふうな社会が描かれています。一方で一番下のものグレープモデルに関しては、農作物との土地利用の競合が心配されている、バイオマス CCS と呼ばれる、技術ですね、そちらを大きく使うといった形で推計結果が示されています。で、同じ2度目標達成でもモデル間で、このエネルギー源の構成に違いがあるということが言えるわけです。で、この戦略別の気候変動リスクと対策努力の評価について概要をまとめますと、このスライドの通りです。リスク、影響評価の方に関しては、対策なしのケース、緩和をしないケースだと、あと 1.5 度、2度、2.5 度目標のケース、それらを比較してみると、その間の影響の予測の結果、気候変動リスクの予測の結果の差は大きいですけども、1.5 度、2度、2.5 度の間の差は、確かに見られるものの気候予測の不確かさの幅よりも小さいぐらいであったということが分析の結果分かりました。で、そこから読み取れる政策的な願意としては 1.5 度、2度、2.5 度それぞれの目標達成に確実に向かい、どれを選ぶかということではなくて、どれであってもですね、その目標達成に確実に向かって、かつそれでも残ってしまうその気候予測の不確実性、不確かさなどに対処する方法をきちんと考えておくことが大事だということが政策的なメッセージとして示せるのではないかと私たちは考えました。で、2つ目の方ですけれども、こちらはリスクではなくて、この対策分析の方に関しては、対策源に関しては、その3つの目標の間でのコストの差は、コスト等の差は大きいということが結果として示されました。
またここで他に考えなくてはいけないこととしては、社会経済発展 の、あり方、将来の想定によって結果に大きな違いが出るので、将来の社会経済発展のあり方どうすべきかということについてから考えていかなければいけないということがありますし、2つ目としては、その厳しい目標の達成にはどうしても何かしらの、技術 の、あの大規模な利用が必要になるわけですけれども、例えばバイオマス CCS や原子力といったものの、大規模な導入について、それが適切と考えるかどうか、それらについては今後も議論を続けていく必要があるということが言えるかと思います。で、今のような目標、あるいは戦略に関する検討の結果を用いてですね、長期の目標検討を行う際に、気をつけておかなければいけない事項いくつか あるかなと思ってここにまとめてきました。一つ目ですけれども、気候変動リスクをその因果関係の連鎖の関係も含めて、どの程度正確に包括的に見積もれているかということは、常に冷静にこう確認していく必要があります。で、2つ目ですけれども、対策として緩和策、適応策があるわけですが、それらを戦略実現のために実施した場合 の、あの思いもよらないような分析の枠組みの中で捉えきれていないような波及効果があるかもしれません。それらを十分に把握できているかということを、常にその分析結果を見ることは見るときは注意して見る必要があるというふうに考えています。で、3つ目ですけれども、現時点で、後半には実用化はされていないような対策技術をどうしてもその21世紀末に二酸化炭素の排出ゼロにするといった経路をたどるためには、利用することが必要になるわけですけれども、そういったものの大規模な導入を想定するということに関して我々どう考えるのかということについてはじっくり考えていく必要があります。で、4つ目ですけれども、回避したい、影響の、種類や大きさは人や国によって異なります。で、これは今日のこの会合のテーマですね、シンポジウムのテーマが私たちの安心安全な環境とは何かということなんですけれども、それについては誰かが答えを持っているわけではなくて、自分たちで考えていかなければならないというようなことかなと思います。で、これらを踏まえて、総括しますと、最新の知見を、科学的知見を生かして再検討を常に繰り返し行いつつ、緩和適用の両面から対策を着実に進める必要があるということが言えるかと思います。で、これが最後のスライドです。最初にお示ししたものと一緒です。本講演の主要なメッセージについて3点まとめたいと思います。1つ目、気温上昇を2度以下に抑制できても回避できない気候変動リスクは残ってしまうということ。2つ目、一方で、もっと厳しい気候目標を追求しなきゃという声も上がるかもしれませんけれども、逆にそうしてしまうと、対策費用、緩和対策の費用などが大きくなることが心配されています。以上を踏まえて、我々としてはどのような危険や不便さを受け入れるかということについてですね、科学的知見をもとにして活用して継続的に検討を繰り返していく必要があるというふうに考えています。どうもご清聴ありがとうございました。